田中本家博物館正面と中本家博物館は長野県須坂市国町にある江戸時代の豪商の館を利用した博物館。江戸時代中期からの豪商、田中家の所蔵品、資料を公開する施設博物館。敷地面積は約3000坪。田中本家とは田中一族の総本家という意味で略して田本と称されることもあった。 初代党主審八が須坂で奉公人から身を起こし、享法18年現在の地で穀物、菜種油、タバコ、麺、酒造業などの商売を創業し、二代党主審、十郎の夫府が田中家の基盤を確立した。酒造業や金融業まで手広く商い、巨罪を成し、須坂藩の御用商人にまでなった。代々須坂藩の御用達を務め、名字立脇分を許される。 大地主へと成長し、三代と五代当主は、私分として、藩の財政に関わる重責も果たし、その財力は、須坂藩をも上回る北品の屈指の豪商となった。須坂市長を退任した田中太郎が、1993年に、自邸の土蔵に、火財や陶磁器など、代々の収集品を集めて開館した。当時の面影を伝える屋敷構えは、 約100メートル四方を20の土蔵が取り囲む豪壮なもので内部には天明年間に京より庭紙を招いて作定された大場のほか、客殿やもやなどの建物が軒を連ねており四季折々の散策が楽しめるこの土蔵には江戸中期から昭和までの田中家代々の生活に使用された品々が大変良い状態で残されておりその質と量の豊富さから 近世の小僧院とも言われ、土蔵五棟を改装した、展示館では常設展のほか、年5回の企画展も行っている。2003年9月19日には、九州屋をはじめ、おかる二階、客殿、湯戸の、中二階、表門、門土蔵、西の倉、住土蔵、文庫蔵、味噌蔵、新土蔵、水車蔵、もみ土蔵、釜場蔵、酒倉、蓮池蔵、東土蔵、 内平及び門、東及び北土兵が国の登録有形文化財に登録されている。ありがとうございます。